そこ気になったの。いいじゃん。だって全部石でっていうよりは多少なんか変化があった方が。いや、片面が石なんですけど高さ石じゃねえ、それ。え大丈夫大丈夫。何しようかな、それは。あー、くそー。ガラス。ガラス。なんだかんだ、ね、みんなが一斉に何かやりだすと何かしら合作ができるのが面白いと。どうつなげる、そっちの屋根とこっち側の屋根の列は。とりあえず思ってるのは、この真ん中の通路あるじゃないですか、うん、今そこちょっと立ててる丸石の、うん、あそこ中心にしようかなって。で折り返して、折り返すなんて言うたらいいやろ。まあ任せます。くっつけようとはしてるってことね。そう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 、くっつけて。あーでもいいと思います。お、いいですね。サラさん、じゃあ農業お願いします。どうしてそれ何してんの。それも出来上がってるよ、黄色くなってるやつは。あの大きい。あ、そうなんや。そうそうそう、はい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 。バーッとやって全部また植えちゃって種を。これでもか。木がない。木がないからね、今買ってきた自分で。木がない。私いいよ、買ってくるよ。やることなくなったし、でっかいのを作って暇になったアチャミドンです。はいいいね、いい拠点だよ。うなっとるぞ。なんでなんで、どうした高さん。全くイメージできんわ。そんな深く考えずにどうなってるの。あ、豆腐ですね豆腐だ。あ、でも屋根いいじゃん。そこはどうしたらいいのかな。それはね、多分ね、半ブロックと普通のブロックで、うん、おお、翔さんが半ブロックで傾斜作ってるから、うん、階段ブロックじゃなくて半ブロックで傾斜つけてった方がいいんじゃない。はあはあ、ストーンとそこから落とすのもいいけど、半ブロックだとストーンの差が、あ、喋ってる途中なんですけど、ガッシュ、ガッシュ、これ同じ高さにして、うん、ちょっと違う、いい感じじゃん、これ拠点いいのこれ、いいの目の前に木がありますえ、これどうしよういいね、いいね、これ。俺の子だけこれ取っていいよ。ん、何その自暴自棄になってんの取っていいよ、取るなっつちょっと柱に変化を持たせた感じ。高さの方もこれやろっかな。たる暇してる、もしかして最近何も頼んでないから大丈夫だ。そうそう、何玉をあげるんだよ生まれ確か生まれるの16分の1ぐらいの確率だよ。さっきも上で1匹。阿部さん、これは何、針。はい、あー、いいね、いいね、何すかよ、あれ玉よしよし、でも育つの早い。あ、いい感じ、いい感じ。はいはいはい。あ、こんなのもあんのか。そう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 、ちょっと一色だとのっぺらぼうな感じだから、うん、これで。お、ぴったり。うるせえ。うるせえな、ガチャ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 。それどこについてんの。意味がわからん。意味がわからん。へえ。いや、外見かなりいいよ。お。いくの上にしようか。紙、色ガラス作れば、色ガラス、色ガラス。
あれ色ガラスこれ作れたっけ。あそっかねえのか。そうそうか。外見翔さん良くない。おーすごい。いいよねこれね。これはいい。いいよね。渡しました。いいな。これバラバラに作る感じがさ、マインクラフトっていう感じだよね。ですな。うわいいや。でもね、よーく見るとね、なんかだんだん変な感じになってくるからね。だからあの一瞬通り過ぎる前に来て、そうで通り過ぎたら、ずーっと見るとなんか違う感じがするんだけど、うん、一瞬あ、すげーっていうぐらいでもう違う視点、そう違うところを見るのがいい。皆さんこれを。なんじゃこりゃ。おお。あ、今日中も。L2 です。いい感じ。中もいいじゃん。軒下がついて、軒下じゃない。針がついて、ドミちゃんのこの絵画の趣味はどうなの。ドミちゃんこれいいのこれ。ドミちゃんドクロ、ドクロだけど、すごいなこれ。何がすごいの。ボタンに感動した。意味がわからん。ボタンに紙の2階がこんな感じね。ロフトこんな感じね。はい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 。それで翔さんの部屋がこんな感じね。はい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 。何の意味があるんだろう。はいはいはい。でアイクさんのマグニート部屋がこんな感じ。何の意味があるんだ。何の意味もねえからそれ。上に置けるって言ったって左クリックでその上のもの降ってくるぞ。で、タカさんの謎の2階。何だろう。謎の2階。謎じゃない。人のこと言えないんだけどね、こっちも。おお、いい。こここんな感じ。階段ブロックひっくり返すとこういう網目状になる。いいっすねこれ。めっちゃ人通り激しいなこの部屋。せわしないよ、あずましくないべさ。せわしないねこれね。あずましくないってなんだっけ。ん、落ち着かないってことだっけ。そうかな。なんか僕の夏休みに出てきたような。恥ずましくないでさ。これいるのか。いらないよね、そのかな。いるよ。何をどうしたいのそれ。別にないけど、じゃあいらねえって。これ何のためなの。すごいなこれ。それはタラップドアで上下につけたいとき何か。はい、いいよ。ベッドを設置して、これで拠点の完成。イエーイ。いいね。よく見るとなんかふんって感じだけど、うん、通り過ぎる。そう、通り過ぎるぐらいだとなんか、お、なんかすごいごちゃごちゃしてていいなみたいな。いいねいいね。あオッケー。ゆるあーだから。素人は手を出すなと言ったろ。え、どうやって今壊されたのか全然分からない。ただの体当たりだよね。下がりつつじゃないとね。あー、瞬間移動するよ。ナイス。あ、出た。出た。あ、タル手に入れた。うん、タル手に入れたっしょ。三角で緑の丸っこいのがあるはず。あ、あるそれな。投げてるから気をつけ。うん、一個投げてみ。あ、今こういうの落としちゃった。いいよ、手に入れて L2 で遠くにポーンって上向いて、うん、ちょっともうちょっと離れた場所、うん、開けた場所で、はい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 、ちょっと45度くらいのところにポーンって投げてみる。 L2。 あー、タルシー、タルシーどうした。なんこれマジで。どうしたタルシ。タルシどうした。マジでいきなり場所変わって。
何が起きたって言うんだ。今コロナウェブ状態やってる。何を言ってるか分からねえと思う。俺を何をされたか分からねえ。タルナレフ。はい、ここから撮り始めです。あ、ここから撮り始めだし、鳥ちゃんが初めて来たし、そういう意味でもそういう意味はい、はい、鳥ちゃんが来まして、はい、8人全員揃いました。来ました。で、今からまあ拠点は完成したので、今回は、ネザーへ行くための松明が欲しいので石炭…うわ、ちょっと…びっくりした。それ言ってよ、なんでみんな言わないの。石炭をね、石炭が欲しいところで、あ、エクさんここ固めときますか。結局ネザー行くし、こっちです。すげーな、分からんわ。ここが、ここが、あ、本当だ、地下渓谷だ。へぇ、あ、石炭あるよ。石炭とかどんどん拾っていこう。うわ、待って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 。おいって、木の棒しかね。なんで木の棒で前出たの。やばいやばい、撃たれる撃たれる、死ぬ死ぬ撃たれる。やばいやばい、全部いる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 。ちょっと引く、ちょっと引く。フルパーティーフルパーティー。ちょっとごめん、人参食べていい、人参食べていい。どうぞどうぞ。もう危な、アップな。やばい、バグってる。ね、あ、なんかね、それね、昔パソコン版でもあった、そういうバグ。あ、うわ、ちょ、じゃあここをちょっとベースキャンプにしますね。はい、あ、ラピスラズリじゃん。あ、金じゃん。金もある。いいね。こっしょ、マグマだらけ。腹減って死ぬ、腹減って死ぬ。肉焼くよ、ここに。あ、パンもある。持ってきたよ。松明が、石炭を掘らないと、石炭ここに入れないと。あたたたたた。やってる。はいはい、なくな。うわ。いや、エンダーパール面白かったな。本当。あんなびっくりした本当に。あれはね、バグったかと思った。ぶん投げた着地点に移動できるんですよ。あの敵自体が瞬間移動してくる敵だから、まあドロップもそれの能力を付加されてるんで。あ、間違えた。真っ暗になっちゃうんだよね。タイマス置きますわ。はい、トモさん上クリーパー。マジ、うわぁ、ね、ね、ここにもクリーパーいる。いや、俺は違う。見てんだけど、マジクリーパーいる。よし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 、さあ、さあ大丈夫皆さん、うん、今大丈夫ですね。なんでチャミは見張ってるのそれ。うん、バンペどうもどうも。おお、トミちゃん、トミちゃんもちょっと気になるようです。届かないや、こっからじゃ。あ、切れた。おお、ナイスナイス。あれ、ちょっとアクさん今何したの。ちょっと目が落としたら、一個下に落ちた。これ、一ブロックずらっただけでえらいことになるよね、ここね。これは怖い。はい、ミスしたら。あらさん、水。水をここに。あ、ナイス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 。どうやんのこれ。なになになに、バケツに入ってる水をこぼせばいい。あ、こうか。L2、L2、そう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 。そしてすぐ回収しないと。すぐ回収、すぐ回収。水、水、今水撒いたところにもう一回。水撒いたところをもう一回 L2 でバケツ組んで。増えてんだけど。増えてない。なんで水源増えてんの。オートセーブ来る、オートセーブ来る、オートセーブ来るよ。ここでオートセーブ。え、どこに水源あった今。ああ、オッケー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 。あ、ごめんごめん、チャミン、ごめん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 。バケツすごい。ほんとに。すごいな。まあ、この先やっていいよ。助けて。どうした壊れてる。どうした、ヘムヘム。あ、来た。ヘムじゃん。うまくないっしょ。え、
いいよ、タカさん、それはね、あのね、壁にやるんだよね。またそこまた壁に L2、ちょっと近づいた方がいい、下ここね、そうそうそう、で、すぐ回収、すぐ回収すぐ回収だってさっきやったじゃんL2、L2、水源に L2、そう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 、オッケー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 、で、ズカズカ進んでいくわけ。あ、ダメだった。あ、タカさん、あ、危ない、直接水かけるとね、水が蒸発しちゃうんだよ。だから壁にかけて水流で流す。そうそうそう、うまい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 。じゃあ、あれも潰してきて、右の奥の流れてきてるやつ、こっち燃えないでね、自分が怖い。燃えないで。おー、あ、うまい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 。からの何からの焼けろってこと。言ってないですね。からの先に進んで水かけてっていう。回収早く。オッケー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 。からの、からのそんなに焼けろって。ここまで行っちゃったら普通に溶岩ブロックで埋めちゃっていいんだけど、こうやって。これただ今多分この土ブロック壊したら多分また溶岩来るな。オッケー。オッケーオッケーオッケー。この先なしですね。じゃあ渓谷の一番下はクリアと。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。